白黒はっきりさせたいな。お、本当？ミスったらバケツ脱ぎます。はい、皆さんこんにちは、ミスタンです。ドラマーのゆうたでーす。おい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 。今回コラボということで、はいはい、ゆうたさんが何者かっていうのをね、説明すると、まあ同じく、YouTube 上で活躍されていてですね、YouTube を始めたのは僕が2019年、その1年後ぐらいにね。そうですね、僕2020年の10月ですね。はい、始められたんですよね。はい、ところがどっこい、破竹の勢いで、いや僕も頑張ってる方だと思ってたんですけど、もう登録者数をビューンとね。いや、ほんまありがたいことに言いますけど。ゆうたさんに言いたいことあるんですよね。え、そうなんすか。早速いいっすか。ちょっとこいつにね、お言ってやりたいんですよね。マジでさっき会ったばっかっすけど、いいっすか。はい。企画パクってすみませんでした。その時入ってないですか。ええー、まあ、もうっていうのも、はい、今も YouTube 界隈ではトレンドである初見で叩いてみたというね、企画発案者、僕もやらせてもらってやっぱ伸びたりしてるんで、もう頭が上がらない。いやいやいや、もう全然そんなライバルと思ってんすよ。いやー、尊敬もしますけど、白黒はっきりさせたいな。お、ほんと？いろんな勝負をしていきたいと思います。これはまあ僕もさすがにちょっと負けれないですよね。ですよね。はいはいはい。で、この動画で勝負する企画がドラムイントロクイズ。まあ今流行ってる曲のドラムだけでイントロ叩きます。それで正解数が半分より多ければゆうたさんの勝ち。流行曲ですよね、最近の。だからね、曲自体は必ず、わかりました、ゆうたさん自身も、はい、皆さんも知ってるって曲チョイスしてるんで、はいはいはい、ただだから難易度は後半に行くに従って一応難しいものを用意しました。わかりました。ちょっと難しいイントロもあるんで、はい、ミスったらバケツ脱ぎます。テンポが1でも違ったらバケツ脱いでもらっていいですか。というわけでね、その勝負でちょっと白黒つけたいと思うんで、しゃあ早速行きましょう。行きましょう。ドラムイントロクイズ、はい、全5問ゆうたを試してやろうかなと。お、今度半分以上とは言えず全問正解してあります。おいしょ。まあ1問目、はい、まあ、まずはお手並み拝見というやつ、はい、いきますよ。はい。これはね、もう楽勝ですよ。ちょっと舐めてるのかと思いますね。1ポイント。しゃ。じゃあ2問目いっちゃいますよ。お願いします。もう僕いろんな企画でうっせぇを取りましたから。まあまああれ待って、でもあと1個あったらもう勝ちな。そうです、5問なんで。次から難易度ちょっとグッと上がるんで。お、じゃあいいですか、3問目お願いします。じゃあいきます、はい、3問目。はい。なるほど。はぁ、わかりました。わかりました。じゃあお答えください。カイカイキタン。わー、正解。これで今ちょっと答えていいのか迷いました、ね、もうそれで勝った。3問目だし。ここで特別ルール。お、残り2問を正解できたら勝ちにしましょう、はい、僕でもそれはちょっと納得いかないですね。それ相応の何か、ちょっとそれ相応の何か、ちょっと頭下げてもらえますね。ここは靴舐めます。どうか、どうかチャンスください。もうそんなリスナーさんに免じてやりましょう、はい、よし、お願いします。あざす。とはいえね、次から結構マジでむずいっす。あ、マジですか。はい、いいっすか。なんか、はい、これかなっていう曲が今あります。なんか能力者か、貴様は。いやこれはね、わかりませんよ。ちょっとね、勢いに乗ったね、ドラマユータだかなんか知らんけどね。それでは4問目参ります。はい。
これは分かりました。でも僕が予想してたやつはちょっと違ったっすけどね。皆さん分かりましたかこれ。それではお答えください。どうぞ。夜にかける。分かるんやねやっぱね。いやこれ僕も意外ですけど分かりますね。そうなんですよ、最初ドラム入ってないから、はい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 、カウントして、沈むように、沈むようにってとこ待ってたんですね。はいはいはい。なんか分かりますね。いや僕も初めてやったんですけどこれ意外と分かりますね。だがしかしラストもうここから戦い始まってるんで準備しますね。お願いします。それでは最終問題、はい、これ正解したら、はい、ゆうたさんの勝ち。全てがこの問題にかかってるじゃないですか。どんだけ今まで正解してても。じゃあ言いますよ、最終問題お願いします。5問目参ります。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。以上です。おい、わかるかいそんな。まあぶっちゃけちょ真面目に、はい、ヒント隠れてるんですよ僕のこの姿に。絶対でも椅子を高くしたところにありますからね。最近の流行りの曲でワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー絶対やってたろこれ。めっちゃ真剣に考えるじゃん。それでは今の5問目何の曲でしたか、どうぞ。ダイナマイト。残念。あ正解いいですか。お願いします。ワン、ツー、スリー、フォー。ドゥレツ、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 夜中に。あいきなりさ。あそういうことか。エイトの香水でした。なるほど。そうか、ドラムに惑わされたな。これはドラムがない曲というのもあるんですよ。おなじみのミュージックビデオのエイトさんの座り方で、このテンポ感、ここから判断していただきたかった。そうだ。というわけでこの勝負ビスターの勝ち。マジか。よし。あのユータに勝ったぞ。メゾンさん、それ勝って嬉しいっすか。うん、嬉しいっす。はい、というわけでドラムイントロクイズの勝負ケチョンケチョンに打ちのめしてやりましたよ。っていうのはまあ冗談っすけど、やっぱさすがっすね。面白かったっすね、めちゃめちゃ。よかった。初めてやりましたけど、まあ、今回はこちら僕の勝ちということで、はい、はい、ぜひもうユータさんのねチャンネル登録してる方見てくださってると思うんですよ。必ず僕のチャンネル登録してください。まあこれがもう勝者の特権。そうですね。もちろんゆうたさんの方のチャンネルでも私ビスタンとのコラボ企画の動画開けてくださるということで、はい、そちらも概要欄にねご案内しますんで、ぜひそちらも見に行って見てくださいと。よし。いうことでこちらの動画はここまでということで、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイビース。